遥か遠く、極東の地に、雲山と呼ばれる場所があった。その地には竜が住まい、秘宝を守り続けているという。しかし、秘宝は恨みと災いを招いた。男は己の宿命を逃れられず、乙女はその魂と共に行く。そして竜は常しえに真の秘宝を守るのだ。王竜よ、我と共に行こう。つかの間の儚い力、そして死へと向かって生きる決意、これが私の持つ全てだ。白夜極光、あの日の雲王。